ブロンバーグ B 型台車を装備するサンタフェ鉄道の GP20。ブロンバーグ B 型台車近衛ブロンバーグ B 型台車はアメリカ合衆国の GM エンド製のディーゼル機関車が装着する台車の一つである。発展型であるブロンバーグ M 型台車についても述べる。1936年に GM エンドが発表した台車であり、 同社の FT から GP60 まで幅広く使用された。名称は1年前に入社したマーティン・ブロンバーグに由来する。一番の特徴は台車側面に飛び出している揺れ枕吊りで、これが横揺れを減少させ、乗り心地を向上させる。台車側面に飛び出しているために枕羽根の板羽根の長さを通常の56インチから96インチにまで長くすることができた。 ブレーキシリンダーは、台車側面片側に2箇所ずつの、計4つ。ブレーキ周は、車輪の踏み面を、両側から押さえる、両下階式である。GP40 から2の、ブロンバーグ M 型台車金 A4 同軸のダッシュに、シリーズと同時に製造が開始された。ブレーキシリンダーは、台車側面片側に1箇所ずつの、計2つで、一方の車輪は直接、もう一方の車輪は、油圧で、 ブレーキシューを駆動する。ブレーキシューは車輪の踏み面を片側から押さえる型持ち式である。また板ネの代わりとしてゴムのパッドが使用されている。さらに角軸にショックストラットを備えている。ありがとうございます。